あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。今日は館林市本町にある東林さんに来ています。ニハオ。外観もいい佇まいです。羊が丘公園のすぐ目の前にあるよ。立地的にも館林の街中です。駐車場はお店の前に広い駐車場が多分ここ。店内はザ中華、赤い椅子にテーブルクロスがおしゃれです。清潔感あり。卓上はシンプルです。メニューです。メニューの順番もおしゃれてるんですよ。まずはこう前菜が来て、うわー大好きなエビカニゾーン、小盛りで2人前から3人前です。どれもこれも美味しそうですね。大好きなお肉ゾーン、うわーフカヒレ、麻婆豆腐やおかゆもあります。麺類も本格中華ならではのものがたくさん。ご飯系も捨てがたい。天津系は好き。どれか食べよう。コース料理もあります。ドリンクやデザートも豊富ですよ。担々麺1100円。ちょっと今回取り方プロ風。うわー美味しそう。娘が注文しましたが食べれるのかな。メニューに辛の文字があったんですけど、うまげ。スープはこの色よね。担々麺はごまペーストいい感じ。麺は中太縮れ麺です。こちらプラス180円で大盛りにしてあります。それではいただきます。鼻からごま、口の中が全体ごま、コクがあるね。それでは麺もがぶり。美味しい。茹で塩梅最高。チンゲン菜登場。中華料理ってチンゲン菜よく使われますよね。これ火通しても残るシャキシャキが好き。麺とマッチ。担々麺といえばこのお肉です。これだけで食べる人はいなそうなんですけど、これだけだとちょっと辛いね。すかさず麺食べていいね。麺とひき肉は一緒に食べよう。いただきます。ごまの感じがすごい。牛肉かけご飯1160円。ドルーン。うわーすごい量。まずはスープがつきまして、具沢山のあんかけきた。色合いもめちゃくちゃいいですね。うまげ。中華料理は具材が縦切りがち。あんのとろみが強めです。これはいいね。ご飯の上にあんかけって珍しいね。こういうの食べたことないかもしれませんね。中華丼ならあるんですけど、あれ塩味だもんね。これは醤油味っぽい。それではいただきます。あちあち。おー本格的な味。とろみがご飯と絡んで美味しいです。こういうの初めて食べた。たけのこ、チンゲン菜、牛肉、白菜、具がこれでもかと乗ってます。いろんな食感があり楽しいね。シャキシャキがほんといいわ。中はこんな感じです。最後の最後まであんかけご飯が楽しめます。牛肉もとても柔らかいです。これは最高だね。肉まん550円。ドロロロ、なんか食べたかった。季節的にも寒くなってきたんでね、美味しいんだろうな。もじもじすな。もちろんなんですけど暑いんですよ。あー失敗した。あんたっぷり。それでは半分こして食べていきたいと思います。
美味しい、最高。パンもふわふわしてます。あんの味も絶妙。紙、完全に私食べてました。多分ですけど、初めのやつは胃の中にね、がっつき注意です。そうだよね、普通紙あるよね。すごい真剣に撮ってますけど、がっつりついてたな。多分大丈夫ってことで放り込みました。担々麺ごちそうさまでした。牛肉かけご飯ごちそうさまでした。肉まんごちそうさまでした。それでは振り返りです。久々に食べましたが、本格中華でした。値段より質で勝負のお店。ランチはお得なセットもあるので、ぜひ試したいね。中華料理好きな方はぜひおすすめです。あんかけ美味しかった。本日はごちそうさまでした。